見えてますか？あ、見えましたね。どうも、はじめまして。バーチャル、目隠れ、理系女、田舎娘、セリフ人工絵描きおじさんの美人子と申します。そういうくだりはもういいですか？まあまあ、気にせんといてください。普段は VTuber 業界の沼底に生息していたのですが、こうしてバーチャルな体を受肉したので、せっかくなので動画を撮っております。ミスなので美人子ちゃんって呼んでくださいね。どうぞよろしくお願いします。僕のことですか？僕はこう見えて甲殻類の微生物です。驚きましたか？昆虫は触覚があったりなかったりするのに対して、エビやカニや僕は触覚が2対あるので、分類上甲殻類なのです。ちなみに僕の触覚はバタバタと動くこの手と、頭から下に伸びる髪がそうなんです。それと目は片目しか見えてなくて、洋服は生地が薄くて透けていて、あと緑色が大好きです。好きなことはお絵描きや食べることです。得意なことは人より少し科学と生物が詳しいです。はい、たまに九州の方言が出るとです。自己紹介は以上です。どうでしたか？少しは僕に興味を持ってもらえましたか？せっかく受肉したので、おしゃべりとか、ゲームとか、あとは、そうだな、僕を通して見てる皆さんが少しでもいろんなことに興味を持ってもらえたら幸せだなと思います。以上、みじんこちゃんでした。またねー。この子ですか？この子は、そうですね。非常食です。